間骨折中です。ちょっとネバネバ TV に上がってたけど、本物のね、プロ選手で、しかも結構軽量タイプだよね。そうだね。あのそんなに重たいです。アンカムとか膝毛とかで。本当に軽いよね、おっさん。そう、トーマ選手って言って、K-1 では7連勝してて、この間タイトル戦でちょっと負けちゃったんですけど、そう、そこでタイトル戦負けたからね、バル君粘り越しつけて応援に来てって言われて、行ってアドバイスしたんだよね。そう。で、その裏で、ちょっと本物のプロの K-1 選手のキック受けてみたいなっていうことで、ちょっとまあ、粘る君がお願いしていいよってことになって、まあ、ちょっと粘る君の前に、なんとなくしたら受けてみてって言って、受けたら、もう骨が骨折しました。納豆お兄さん。